僕、別にエロメスさんのこと恨んでないし、むしろ感謝してるくらいなんだ。新選組が隣にいることも知らずに遊んでたの、このテロリストどもは。バカはどんな瞬間に止まってもやっぱりバカだよ。じゃあ次は67銀って、あれ、はやばいでござる。今日がいつの間にか一つ上がってるでござる。はい、なんかご迷惑をおかけしてすいません。本当に僕たちが盗めるの？ねえ、いや、嘘です。ただの不良というか、なんというか。僕だって一対一なら引くことはないさ。でも相手が多すぎるだろ。まあ見てな、卒業間際になったら派手にお返ししてやるから。そん時は岡崎、僕の背中はお前に任せるぜ。宝太郎、チタンダ家の名前を聞いたことがないのかい？神山市に旧家名家は少なくないけど、桁上がりの四名家といえばその筋じゃ有名だよ。これは惜しくもゴールポストに弾かれました。しかしこれは SC ディフェンス陣の意表をつく見事なミドルシュートでした。大当たり、ヒョロットカード、恐るべし。教えるというか、僕は下手の横好きで、もう祈るしか。部活もいろいろあるみたいだし、僕も何か。いやいや、僕にだって他にやりたいことはあるんだ。なんだ、一人しかやれなかったのか。でももういっか、一番魔力がでかいの潰せたからね。残りのお前らもレッツぺったんこだ。春彦、そう落ち込むなって。雨降りの日もありゃ晴れる日もあるさ。あれ、